皆さんは病理医の仕事というのを知っていますか病理医は直接患者さんと接することがほとんどないので、まあ、その仕事については知らない人が多いんじゃないかなと思います私たち病理医は臨床の先生が手術やあるいは内視鏡などで採取してきた組織や細胞を顕微鏡などを使って詳しく調べてそれがどのような病気なのかまた悪性なのか良性なのかまた どんな治療法が効くのかそういった患者さんにとって非常に重大な情報を調べています、まあ、臨床の先生は私たち病理からの病理診断に基づいて初めて正確な治療ができるわけですから私たちは医療という舞台を支える舞台監督ともいえると思います病理診断は形の違いで病気を見る学問でです左がが正常で右が癌です 皆さん、何の知識がなくてもなんとなく右の方が悪そうだなと思うんじゃないでしょうか、まあ、形から得られる情報というのは非常に膨大で私たちはこう見た瞬間に核の形や色や大きさ配列といったさまざまな形態情報をもとになんとなく右が悪そうだなと判断しているわけですけれども私たち病理にとってはその判断が昨日と今日で違っては困るいつも同じ。 誰がやっても同じにならなければいけませんそのためには同じ基準でものを見るということが非常に重要になってきますまた形の変化だけでは判断できないこともしばしばあります、まあ、そういった時にプラスアルファの情報が非常に大事になってきます実際に最近は技術が発達をしてさまざまな情報を私たちは獲得することができるようになりました遺伝子の情報タンパクの情報 ただそれらプラスアルファの情報を得るには現在の段階ではコストやあるいは時間がかかってしまいますそこで私たちが注目しているのが光を使った新しい診断法の開発です現在私たちは理工学部の先生方の力を借りて組織や細胞に光を当ててそこから出てくるラマン散乱光という波の波形を細かく解析することで 組織や細胞にダメージを与えることなく、どこにどのような物質があるか、そういった情報を早く、そして簡単に獲得する、そういった方法の開発に取り組んでいます。私たち病理医は、見える情報をしっかりと見る、さらに見えない情報も積極的に取り入れることで、より正確でエビデンスに基づく病理診断を目指しています。